新着情報、3月9日土曜日に迫る JA 全農カウントダウンジャパン特別ゲスト、ナンバーア・アこんにちは、音楽愛好者の皆さん。素晴らしいお知らせが届きましたよ。3月9日土曜日には JA 全農カウントダウンジャパンが開催され、そこで驚きのゲストが登場します。なんと、ナンバー・アが出演決定。さらに、3月6日。 水曜日にリリースされるゴートについての聞きどころや制作エピソードがメンバーそれぞれから語られる予定です。JA 全農カウントダウンジャパン、いつものスタジオとは異なる雰囲気で皆さんに素敵な音楽の瞬間をお届けします。ゴートがラジオで流れた瞬間、ファンの方たちからは歓喜の声が上がりました。そして、その興奮冷めやらぬうちに No.I の出演が発表された瞬間、 感激のコメントが続々と寄せられました。いつもリクエストしているから、出演は感無量。ゴートはもちろん、カップリングも聞きたい。美ジュが輝かしい3人のトークも楽しみ。など、ファンの期待と興奮が溢れています。これまで触れられていなかった側面も加え、多様性と豊かさを追求してみましょう。ナンバー、愛の予測不能なトークについて、ジョージさんや安田さんといったラジオリスナーたちがどのように感じているのでしょうか ジョージさんや安田さん、そして他の出演者たちとの絶妙な掛け合いが番組の魅力の一つですね。一体どんな話が飛び出すのか、今からとても楽しみです。リスナーの中には予測不能の3人のトーク、放送を楽しみにしています。といったコメントも寄せられています。ジョージさんや安田さんのトークはいつも予測不能。番組に出演するという嬉しいお知らせに、リスナーたちは家族みんなで聞くことを決定。 どんなエピソードが飛び出すか、今からワクワクしています。ラジオリクエストでおなじみのリスナーが番組への出演が決定し、思わず嬉しいコメントを寄せています。これが実現することを待ち望んでいたとの声も、これだけでも十分素晴らしいのですが、さらに驚きのエピソードが、リスナーの中には、ナンバー、愛の生出演本当に嬉しいです。嬉しくてびっくりして倒れそうでしたといったコメントもあり、その熱い期待が伝わってきます。 今回のお知らせは、まさに音楽ファンが待ち望んでいた瞬間。ナンバー、愛の魅力が満載の、JA 全能カウントダウンジャパン。ぜひ楽しみにしてください。最後に、このラジオのスペシャルな時間についても触れておきましょう。ニヤニヤが止まらないスペシャルな時間になること間違いなしの予感しかしませんとのコメントがあり、ますます期待が高まりますね。控えめながらも、熱烈な感謝のコメントが参見され、リスナーたちの期待感が爆発。 これぞまさに待ちに待った瞬間、音楽とコミュニティの交わりが生まれ、新たな興奮が広がります。ありがとう。最高の告知をくれて。